昨日夕方、台湾町の県道で軽乗用車同士が正面衝突し運転していた81歳の女性が死亡しました警察によりますと昨日午後4時ごろ台湾町鶴栖山田の県道で軽乗用車2台が正面衝突しましたこの事故で軽乗用車を運転していた塩釜市梅の宮の無職佐々木陽子さんが 胸などを強く打ち搬送先の病院で死亡が確認されましたもう片方の車を運転していた富谷市の18歳の男子大学生は軽傷です現場は片側一車線の見通しの良い道路で警察はどちらかの車が対向車線にはみ出したとみて当時の状況を詳しく調べています